教育部は大韓民国の国家行政機関である。日本の文部科学省の旧文部省部門に相当する。教育部の長を教育部長官と称し、国務委員が任命される。人的資源開発政策、学校教育、生涯学習の企画、総括、調整、評価に関する事務を鑑賞する。かつてはソウル特別市小六清掃寺一概十七の 政府ソウル庁舎内に位置したが、大韓民国の行政中心複合都市建設計画により、2013年12月13日から12月19日までの間に、韓国中部の清掃特別自治市政府、清掃庁舎に移転される予定となった。2019年5月7日現在。6、慶合新聞。 Co. Kr h t t p n e w s c a r n c o k r k a h n e w s c a r n a r t v i e w h t m l a r t i d ル2 0 1兆3080億1150万 201& コードイコール =94 万1 0 2 0 1 4年10月4日閲覧。大統領令。第29732号。教育部と、その所属機関職制。教育部令。 第181号、教育部と、その所属機関職制施行規則。ありがとうございます。